私がこんな仕事。やみすぎんだろ。そもそも私はベビーシッターやりに嫁に来たんじゃねえ。は？ああ、ていうかこれって不祥事の隠蔽よね。もう全部どうでもいい。やったるか。やっぱ。どうする、殺す。無理だ、体格差がありすぎる。だけど、どうすんの。これを売ったお金で本旦を月間1位に押し上げるのよ。哀れな娘よ、貴様の心の渇きはシャンパンでは言えぬ。誰、我は神の使いである。っていうか赤ちゃんがしゃべ、嘘だ。貴様の常識だと赤子は喋るのか。信じよ。これドッキリでしょ。愛さんの出る番組でマネージャードッキリとかあるある。ほらほら、ルビーちゃん、テーブルの上に乗っちゃ危ない。慎め、我はアマテラスの化身、貴様らの言う神なるぞ。星の愛は芸能の神に選ばれた娘、そしてその子らもまた大いなる宿命を持つ双子。それらを守護するのが汝の天命である。私どうすれば。簡単なこと、母と我々の秘密を守ることじゃ。やります、何でも言うこと聞きます。靴の中敷きでも舐めます。これでよかったのかな。どの道乳児の活動範囲には限界がある。これで外にも出られるな。しかしなかなか迫真の演技だったな。どこかで演劇やってたのか。初めてやった。じゃあ才能だ。将来は女優かな。将来考えたことなかった。